4日土曜日の洗濯情報をお伝えします。まずは天気の流れを見ていきましょう。午前9時から見ていきます。前線が停滞している影響で九州から東北地方まで広い範囲で雲が広がります。青色のエリアでは雨の降る範囲も広がっていく予想ですね。特に東北から東日本での雨の降りやすい天気、東日本では雨の降り方が強まったり雷雨の恐れもありそうです。では洗濯アイコンを見ていきましょう。前線の影響もあり九州から東北地方心配なエリアや NG というところも多くなっています。前線から離れます北海道、札幌、そして那覇周辺でも一応日差しは届くんですけどもにわか雨の可能性がありそうです。空の変化に注意しながらの洗濯物外干しも行ってみてください。北海道も内陸山沿いの一部の地域でのにわか雨が心配です。以上洗濯情報をお伝えしました。お洗濯情報はお天気アプリでもご確認いただけます。